はい、皆さんこんにちは。今回はダイマックスなしの禁煙ルールがあるランクマッチをやっていきたいと思います。で、今回使うその禁煙のポケモンなんですけど、今回は自分は無限ダイナを使いたいと思います。ということで、相手のゆりりんさん、対戦よろしくお願いします。そうですね、まあこのダイマックスなしっていうと、ちょっとやっぱこの禁煙ポケモンが強いと思うんですよね。この禁煙ポケモンを軸で戦わないといけないと思うんですけど、まあ、僕はダイマックスがあった時のように初手ダイマタスキミミっていうのがあったじゃないですか。それと同じように初手禁煙のタスキミミでやっていきたいと思います。はい、まあ、多分これ強いと思うんですよね、自分的に。ということで、対戦よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。ということで、初手ミロカロス、あー、これミロカロスちょっときついんですよね。なぜかっていうと、まあ相手ミラーコート持ってるんですよね、ミロカロスって。ミラーコート覚えてるんで、このミラーコートっていうのはカウンターの特殊版みたいな感じで、ちょっとカミカミですいませんが、自分ちょっとこれ変えていいですかね。あー、でも、いやー、でもこれどうしましょうかね。ゴリランダー連れてきてたら多分良かったんですけど、まあでもちょっと突っ込みましょうか。はい、ここはもうメテオビームでパワフルファーブ持ってんで、あー、なるほどなるほど、ちょっとやばいですねこれ。まあ、これで C は1段階上がるんですけど、ちょっときついですねこれは本当に。で、この禁煙のランクマ、ちょっとやってるんですけど、まあ、意外と面白いですね。はい。自分はちょっと、前にもあったじゃないですか、禁煙のランクマって。あれちょっとやってたんですけど、ちょっと自分はちょっと飽きたなと思ったんですけど、この、ダイマックスがないっていう、その、ルール。まあでも本当だったら、この禁煙なしの、ダイマックスなしだった方が、多分面白いと思うんですけど、まあどう思いますかね、皆さんは。はい。ここはダイマックス法ですかね。やっぱタイプ1の C1 段階上がってるんで、まあまあいいダメージ入ると思うんですけど、まあここで自分が一番嫌なのはミラーコートを打たれることですね。はいはいはい。半分以上入る、あ、冷凍ビームですか。まあ、冷凍ビームこれ半分入らないですよね。はい。あ、凍ってしまう。これはちょっと予想外ですね。ちょっとそれはちょっと聞いてないんですけど、いや、本当だったら、この禁煙の無限ダイナで 1.5 体分ぐらい持っていく予定なんですよ。裏がタスキと化けの皮があるポケモンなんですけど、これきついですね、本当にちょっと。これ、負けですか、もしかして。まあ、突っ込みましょうか。すぐ溶ける場合があるんで、この氷って。はい。あー、動かない。多分ここじゃあ、自己再生ですね。はい、そうですよね。いやー、どうしましょう、どうしましょう。まあでも、ここ、まあ、やけどダメージが入るんで、まあ、そのミロカロスの特性、不思議な鱗でしたっけ？不思議な鱗で防御が、格段と上がってるんですよね。で、自分の裏のポケモンが、この、物理しかいないんで、ちょっと厳しいんですよね。変えようにも変えられないって感じで、はい。まあ、ここもまあ突っ込みましょうか。ダイマックス法で。まあ、ここで溶けて、ああ、凍っちゃう。まあ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 、まあ大丈夫です。まだ大丈夫です。冷凍ビーム全然耐えるんで大丈夫です。はい、まだ。いや、でも、ちょっと、あれはちょっとダメと思うんですよね。はい、ここダイマックス法を、いやー、これ溶けろ！まあ、まだ溶けないか。まあまあ、まだ耐えるんじゃないですか。わかんないですけど。耐えろ、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 なるほどね。あれ？これ自分いいっすか？これ。これってもしかしてミロカロスに3立てってマジっすか？ちょっと裏がちょっと物理しかいないんで、ちょっとこれ、マジかよー。ちょっとやばいっすね、これちょっとマジで。はい。まあ多分ここ相手打ってくるのは、多分熱湯だと思うんですよね。熱湯だったらまだ、
大丈夫じゃないですかね。まあ、焼けなければいいって感じですかね。はい。まあ、ここは剣の舞で攻撃力を2段階上げます。はい。まあ、ここもう一回舞いたいと思うんですけど、ネットですね。はい。焼けなければいい。焼けなければまだ勝てます。はい。あ、オッケーオッケー。はい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 。ここもう一回順待っていいですか。はい。いや、回らないと、本当に勝てないと思うんですよ、これ。多分、相手の裏が、バドレックスは確定なんですよ。バドレックス確定で、多分これあれじゃないですか。ウルガモスじゃないですか。だから、ここちょっと一回参りますね。もう一回。はい。参ります、もう一回。多分、ネット耐えると思うんですよね。ミミキュって D 種族値が意外と高いんですよ。はい。ここ耐えます、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 耐えます。はい、耐えますよね。焼けない。どうします？まあ、焼けちゃったのはちょっと痛いんですけど、もうここ殴るしかないですよね、本当に。いやー、もうあそこで殴るべきでしたね。もう、急所、急所、急所、全然入んねえ。全然入りませんね。ネット、もう、はいはい。まあ、裏がウーラウスなんですよ。ウーラウスで勝てるポケモンで、って言ったら、まあ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 、まだまだ平気です、まだ平気です。タスキ持ってて、あ、でもこいつ、純速なんですよね。はい。いやー、もうこれ、ユロカロスにぐちゃぐちゃにされただけじゃないですか、自分。許されねえよ、本当に、これは。まあまあまあ、倒します。多分、バドレックスか、まあ、バドレックスは確定なんですよ。禁電ルールなんで。はい。いやー、なんか勝てる服も、カバルドン。これ終わりました、自分もしかして。あれこれ自分終わりました、これ。もしかして。え？やばくないですか、ちょっと。あ、まあ、水流連打で、はい。あ、まあ、水流連打打ちますよ。はい。水流連打っていう技は、3回連続で打てて、必ず急所に当たる技です。まあ強いですよ、ね。ちょ、もう、木の実やろ、木の実、木の実。いけるんじゃ、なるほどね。なるほど、なるほど。ちょっと気合が足りないようですね、ウーラオスの。ここはあくびですよね、絶対。はいはいはい。で、砂嵐で、タスキが潰れるんですよ。ってことで、これ負けですね、自分の。いや、でもまだ諦めませんよ、自分は。まだあるかもしれません。はい。もしかしたら、ポリゴン2かもしれないじゃないですか、裏が。はい。ポリゴン2、負けですね。はい。いやー、でもまだ、いやー、初手のミロカロスでさ、少し、まあ、ぐちゃぐちゃ言ってても、まあ、変わんないと思うんですよね。はい。言っちゃうと。で、最後に出てきたのが、ルーガオス。いや、これ勝ってましたよね、もう本当に。マジで。いや。もう、超前積まれて、で、ギガドレインで終わりですね、これは。はい。いや、わかんないです。悠長でもう一回、待ってくるかもしれないですね。本当にここで待ってきたら、もうこれ、起きて、水流連打当てれば勝ちです。はい。まあ、水流連打っていうのは命中 100% なので、耐えろ。まあ、耐えませんよね。はい。そういうことです。何が禁電で、一体半持ってくるですかね。一体を持ってきませんでしたね。はい。ということで、まあ、ちょっと、終わりにしたいと思います。ちょっと、ミロカロスにぐちゃぐちゃにされたので。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。